待て、グリタッチしたらグリが鬼だからね。タッチしたらグリが鬼だよ。タッチしたよ。タッチ、はい、グリ鬼、グリが鬼だよ。はい、捕まえて。え、捕まえて、グリ捕まえて。グリ、タッチしたら鬼だよ。タッチ、はい、グリ鬼、グリ鬼、グリ鬼だよ。はい、捕まえて。はグリが鬼なんだよ、今グリが鬼。じゃあいいよ、もう一回ね。じゃあ逃げて、グリ。じゃあグリ逃げてね。待て、おお、来た。待て、早いな。待て、うう、捕まえるぞ。いやー、どこだ。いた。うわー、捕まえるぞ。グリタッチされたらグリ鬼だからね。よし。グリ鬼だよ、タッチされたら。うわー、くそ、早いな。グリー。いた。うわ、ずるい。そこはずるいよ。待って。よし、ああ、惜しかった。どこだ。早いよ。グリタッチしたらグリ鬼だからね。おタッチ、やったー。やった、グリ鬼。はい、グリが鬼だよ。という遊びを、かれこれ、20分以上やっております。どうも、サブチャンネルです。いや、疲れた。グリー、強いね、グリーは。はい、お利口さん。グリー、疲れたよ、おじいちゃんも、倒れちゃうよ。ねえ、よし。はい、というわけで、今日はですね、ちょっと今遊んでた最中なんですけども、お庭に行きまして、鉢植えの植え替えをやりたいと思います。それを、ただ取るだけです。グリも付き添いお願いしていいかいね。お願いね。よし、じゃあお庭行こう。よいしょ。おい、はい、どうぞ。遊びたいな。はい。よし。よし。よし。はい、上手。はい、上手。いいか。はい。ほい、ナイスキャッチよ。ほい、ぴょん。ごめん。後頭部に乗ってたよ、今。ほい、よいしょ。よいしょ。はい、今日はね、これを植え替えたいなと思います。で、ハーブはね、根っこは生きてるんですけど、ここは枯れちゃってるので、これはまた冬が終わったら再生する可能性があるとのことで、こちらの花壇の方にね、これは植えておきたいと思います。で、ラベンダーも同様ですね。ちょっとこれも寒すぎて最近枯れてきて、まだ根っこはね、生きてるっぽいので、こちらの花壇に植え替えます。よいしょ。グリーと遊びながらね、今日はやっていこうかなと思います。あ、上手。元気だね、本当に。今日30分以上遊んだんですけどね、午前中。めちゃめちゃ元気だわ。いいこと。おいで。今回購入したのが、こちらのキューバミント。はい、
本当はね普通のミント欲しかったんですけども、これしかなかったのでこれ買ってきました。あとこれは多肉植物になるのかな、いやこれもハーブか、ラムズイヤー、なんかシルバー色の可愛らしい毛って言って、ここにね毛が生えてるの見えますか、これがなんかグリーっぽくて可愛いなと思って買ってきました。そしてこれベランダ用なのでワイヤープランツね、ちょっと伸びてくるとグリーンカーテンみたいになってくれるのかな、はい、それを2つですね、はい、はい、よし行くよ、はい、よいしょ、そしたら植えていこうかな、こっちにワイヤープランツにしようかな、ごめんね、いくよ、ほい、よし、こんな感じでいいでしょう。ちょっとセンスがないけどね、まあいいか。よっ、はい、よし、オッケー。また別日にね植えようかなと思います。家用にしてもいいな、はいはい、よっ、気温が下がってからグリーンのね体力がめちゃめちゃ暴走してます。やっぱ過ごしやすいのかな、ワンコはこのぐらいの気温の方がね、はい、ジャワズだねジャワズジャワズジャワズよ、ブン。というわけでベランダに持ってきます。うん、いいよ、よいしょ、ブランケットを購入しました。このベランダがめちゃめちゃ好きなんでね、冬場もこれでちょっと暖かいかなと思って、グリーと僕用ですね、はい、あと最近このイソップの、イソップっていうなんか香り系のブランドがあるんですけど、そこのねろうそくキャンドル買ったんですけど、めちゃめちゃいい香りでね、おすすめです。よし、いい感じかな。お疲れ様。はいはい。よいしょ。はい、というわけで、本日のサブちゃんは、グリーと遊びながら植木鉢の植え替えをいたしましたという動画でございました。本日もご視聴ありがとうございます。また次回のサブチャンでお会いしましょう。バイバイありがとうね、お付き合い、よしよし、かわいい。